皆さんどうも、ドイヒーさんです。今日やるゲームはこちら、いろんな色のぶつかり合い。ひどすぎる名前だな。今日も勝利目指して頑張っていこう。まずは9人中2人がインポスター。果たして僕はどっちかな。どうせクルーだよね。そっちの方が確率高いから。確かにね、7人はクルーだからね。2人インポスター、6人クルー、1人はお尻丸。お尻丸ってなんだよ。自分のお尻を100回磨けばタスク終了。そんなやついらないよ。どんどんタスクをやって勝っちゃおう、勝っちゃ。なんだなんだなんだ、誰かがボタンを押したみたいだね。もしかしてお尻丸の仕業かな。お尻丸なんていないから、キルクールだって。え、なんだって？カニクリーム？そんなこと言ってないよ。キルクール。キルクールってなんじゃい？多分インポスターが誰かを倒せるようになったのを防ぐための行為じゃないかな。なる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 ほど。おお、ボタンを押すことによってまたキルできなくなるってことか。そして投票はスキップだ。っていうか、もう少しでタスク終わりそうだったのに何やってんだよ。それは言わない。お約束。一応キルクールできたんだから。まあ場所は分かっているから、もう一度行ってみよう。さあ、ここのゴミを回収回収回収。めちゃくちゃ簡単。こんなの怠け者でもできちゃうよ。さすがにそれは無理でしょう。インポスターに気をつけてどんどん行きましょう。ここには、あ、あったぞタスク。これはデータを送るのただ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 待つだけだ。ダウンロード待つだけの人生。おお、なんだよ、あとちょっとだったのに。誰かがやられちゃったみたいだよ。マジでか、いつかもうやられちゃってんのか。とりあえずチャットを使ってクルーのふりをしよう。クルーのふりってなんだよ。クルーでしょうが。とりあえず赤のアキリ君と一緒にいたから、それをみんなに伝えよう。キルクルもしてたし、インポスターじゃないと思うんだよね。ドイヒがそんなことやってる間にチャットで茶色がやったってなってるよ。もしかして現場を目撃したのかな。これはラッキークッキー、おいしいし。だけどインポスターが嘘ついて茶色って言ってる可能性もあるからね。だったら次茶色って言った人がインポスターなだけでしょう。確かにそうだね。先生の僕を惑わす発言、もしかして先生インポスターだな。インポスターじゃないから。いや、ハゲ頭向いたらインポスター出てくるはずだ。ゆで卵みたいに向けないから。それじゃ茶色ヘンリー君に投票だ。投票結果は、おお、すごいすごいすごい、全員投票パーフェクト。というわけで僕たちの勝ちだ。いやいや、もう一人インポスターいるから。パーフェクトなら勝ちなんじゃないの。違うから、そんなルールないから。おならタイムが始まったから止めに行った方がいいか。そうだね、逆走してたら怪しまれちゃうもんね。もう誰か止めに来てるかな、大丈夫かな。あー、来てる来てる。じゃあ作業をガン見しとくか。ガン見されてたら作業しにくいな。よし、おならも鳴りやんだから続いてタスク。まだ3コマ残ってるのか。人生終わり。ぶっちゃけタスクって宿題みたいでやりたくないよね。やらないと勝てないからちゃんとやりなさいよ。どこにあるかなタスク。っていうか、めちゃくちゃくっついてくるな。ものすごく怪しい。あ、タスクあったぞ。おー、やっぱり。だけど仲間が見てたね。よかったね。仲間が見てるところでやられる。計算通り。絶対嘘でしょ。たまたまやられたとこ見られただけでしょ。何言ってんだよ。やられる天才だからね。やられる天才ってなんだよ。さすがにこれはチャットでも情報が出てるね。というわけで結果は黄緑大量。これは僕がやられたおかげで勝ったね。クルー君が見てたから勝ったんでしょうか。さあ、次もじゃんじゃんやられて勝っていきましょう。やられない方がいいけどね。頭に透明のうんちだ、かっこいい。次もまた9人中2人がインポスター。果たして僕はどっち
ちかな。またまた来る。頑張っていくぞ。よーし、次はどうやってやられていこうかな。なんでやられること考えてんだよ。じゃあもう次はタスク全制覇しかないね。だけどまだどこにどの部屋があるかわからないから難しいよね。そろそろ覚えようよ。めんどいって。もうおなら祭り、おなら祭り早くない？おぉ、なんだなんだなんだ、もう誰かやられたの？早すぎじゃない？確かにまだ始まったばかりだね。それじゃあまずは恒例のクルーのふりをしておこう。だからクルーでしょうか。とりあえずどこって言っておこう。あれ、〇〇〇くんがやったって言ってるな。また現場が目撃されちゃったのかな。今日はインポスター見られ見られ祭りだね。なんだよそのわけわからん名前は。それじゃあ〇〇〇くんに投票しようか。だけど早めに終わっちゃうから見逃そうって言ってるよ。早めに終わっていいじゃない、秒速クリアだ。というわけで〇〇〇くんに投票しようっと。残りインポスターはあと一人。まあ、あと一人ももう目星がついてるけどね。嘘でしょ？もうわかったの？もう〇〇〇くんがインポスターって感じなのに、スキップを言ってくる赤が怪しいよ。確かにここで仲間がやられたら困るもんね。よーし、犯人もわかったし、おやすみなさーい。寝るなよ。っていうかスキップ4票も入っちゃったから〇〇〇くん追放されないよ。マジでかよ。みんな何やってるんだよ。もしかしたら違う可能性があるかもと思ってスキップしちゃったんだろうね。開始1分で終わらせたかったのにな。暗くなってるところを狙われるかもしれない。おお、びっくりした。インポスターかと思った。さあ明るくするふりをしときましょう。ふりだけかよ。ちゃんと明るくしなさいよ。誰かがやってくれればそれでいいのである。この部屋にタスクあるかな。あったぞ。よし、おーおー、なんだなんだなんだ、誰かがボタン押したのか。さすがにこれ以上やられたらまずいし、〇〇〇くんにみんな投票だ。みんなちゃんと投票してくれるかな。もう投票しちゃうもんね。さすがに今回投票しないと負けちゃうよ。そして赤がどうしてもスキップにしたいみたいだから、やっぱり赤がインポスターだ。ここまでスキップスキップ言ってたら怪しすぎるね。〇〇〇くんに投票してないのは本人と赤だっけ。もう絶対赤がインポスターじゃん。さすがにこれはバレちゃうよね。これで違ったらもうびっくりこきまろだけどね。何わけわからんこと言ってるんだよ。とりあえずもう少し様子を見ときますか。まずはおなら止め止め祭りから行ってみよう。変な祭りで暴れ返っているの。この上だこの上だ。さあ止めていこう。二人いれば止めれるからね。さあ終わり。そしてタスクも発見、やっていこう。他のタスクはどこだどこだどこだ、右上にあるのか。じゃあこの部屋かな。ってもっと右上かよ。遠すぎだよ。仕方ないから戻るとしますか。っていうかもう犯人わかってるし、タスクしなくてもいいか。なんでだよ、頑張りなさいよ。おお、赤がやったのか。まだ確定かどうかわからないけどね。だけど水色と黄緑とオレンジとは一緒にいたよ。てるのは赤が、だから残ってるのは赤だけでしょうが。いやいや、まだ青もいるからね。じゃあ赤ダメだったら次青にすればいいだけの話。できるだけ間違わないでいこうよ。もう赤だから大丈夫だって。そして青が赤を疑ってるね。じゃあ僕も赤を疑っていこう。これでみんな赤に投票するだろうな。それじゃあ僕も赤投票。投票結果はみんなで投票。さあ果たして赤だったのか。あ、赤が抜けて勝利だ。今回はすごい読みだったね。やるね、ドイジ。さあ次回も勝ってっちゃうぞ。というわけでまたお会いいたしましょう。さよなら。チャンネル登録よろしくお願いします。